はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日はウィーク11の発売アイテムが決まりましたので、そちらを見ていきたいと思います。今週はナイキの新作スニーカーエアズームフライト95が発表となっております。それからレギュラーアイテムも出ましたので、今日はアイテム1点1点見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで、ナイキの新作スニーカーエアズームフライト95が公式に発表となりました。リークでは少し前から出ておりましたが、リークの通り、この3色で発売になるということで、公式に発表となっております。で、今回のエアズームフライト95というのは、ズームエアテクノロジーをバスケットポールコートで大々的に広めた最初のシューズの一つということで、もともとはバスケットボールシューズだったということで、95年に当時発売になったんですけれども、その当時 NBA のスタープレイヤーだったジェイソン・キッドであるとか、マイアミヒートのティム・ハーダウェイね、この辺のスタープレイヤーたちが着用したことで人気に火がついて、ストリートシーンでも広く人気になっていったというスニーカーなんですね。で、形状の特徴は何といってもこの波打つ流線形のミッドソールと、通称目玉と呼ばれるカーボンファイバー製のバグアイが一番目を引くポイントとなっています。ナイキのスニーカーズでも今見ているこのブラックメタリックというモデルが5月6日、もう間もなくですね、発売予定ということで話題となっております。で、今回のシュプリームとのコラボのスニーカーがこちらですね。サイドからヒール部分にかけて、ペイズリーのバンダナ柄を採用している。バグアイの周りにはシュプリームロゴをこのようにぐるっと弧を描くようにプリントしているという、今回のオリジナルデザインでの、発売ということになっています。で、カラーはこのベージュ、それから、ブルー、そしてブラック、この3色で、展開予定ということで、着用イメージはこのようになっています。価格は US で160ドルということで出ておりますので、国内はまあ、おそらく2万円前後になってくるのではないかと思いますけれども、今このナイキのブラックメタリックのもので1万9250円というふうに出てますので、まあ大体同じような金額じゃないかなと思います。1万円台後半から2万円前後ぐらいになってくるのかなというところで、ナイキのズームフライト95、発表に、今週末5月7日発売予定となっています。それからレギュラーアイテム。レギュラーアイテムは、レギュラーアイテム、まずはグラディエントジャガードデニムワークジャケット。これはジャガードで、このオールドイングリッシュのパターンを、グラデーションのように、描いてるんですね。カラーはこの3色で発売になると。ベージュとブルーとブラック、デニムのワークジャケット。それから、デニムのワークショーツも発売になります。同じ素材でワークショーツ、カラーは同じく3色ですね。それからアンブロのトラックジャケット出ますね。これは、以前から非常に話題になっていた、プレビュー公開時から話題になっていたアイテムですけれども、プレミアリーグの、ウエストハムユナイテッドであるとか、日本の、ガンバ大阪なんかも公式のユニフォームとしてアンブロのユニフォーム、採用しておりますけれども、今回はそのアンブロ製のトラックジャケットとトラックパンツ、シュプリームチームの、架空のチームを想定したデザインになってるんじゃないかなと思いますけれども、素材はサプレックスナイロンという高性能のナイロン素材を使っていると。ちょっとさらっとしたイメージの、ナイロン素材ですね。サプレックスナイロンを使っていると。で、このジャケットの方はフードがパッカブルになっていて、ここ今フードを出てますけど、フードをこのスタンドカラーのこの中にしまい込むことができるという仕様になってるんだと、いうことですね。それからトラックパンツ、パンツの方も、カラーはこの4色で発売になると、ブラック、ネイビー、そしてグレーと、あとちょっとこう、これは何色っていうんだろうね。なんとも形容しがたいようなカラーですけども。ね、
というブラウン系のカラーが発売になると。それからツートンセーター、これはシュプリーム、まあ、あの表面は至ってシンプルなシュプリームニューヨークという、織で入ってるんですけども、バッグがまるっきりツートンカラーに切り替えになっているというものですね。こう真っ赤ですね。ホワイトのバッグは真っ赤になっていると。ブラウンは、これは出ないのか、というカラーになっているということで、後ろ身頃をツートンカラーに切り替えたクルネックセーター発売になります。それからファックエブリシングの SS ワークシャツ、マックショルダーのラインにここパイピングしているんですけれども、それからプリントでファックエブリシングフォーリアルシュプリームって書いてますね。ゲームオーバーってなんとも不吉な不吉なことが書いてあるな、という、ワークシャツ、なかなかまああの攻めたデザインですね、のワークシャツが発売になると。ファックエブリシング SS ワークシャツ、ロゴはラメプリントということで、ちょっとあのキラキラが入ったようなプリントになっていると。それからストレッチクルーネック、まあこれはよく出すような感じのこのシュプリームロゴが バナーでこう、大きく入っているというデザインになってますけれども、クルーネックとスウェットパンツ発売ですね。もうぐるっと一周シュプリームというふうに、入っているデザインになっていると。トリコロールカラーの3色切り替えですね、というかわいいクルーネック、一応ここのところロゴ入ってるんですね、前はね。でもトーナルなんであんまり目立たないですね、前のロゴは。というこの3色で発売になると。それからインスタントハイパッチーズフーデッドスウェットシャツ、コラージュアーティストのウィアードデイブ、まあおなじみの、アーティストですね、ウィアードデイブが、今回もデザインしているコラージュの、フーディーですね、グラフィックが入っていると。ちょっとハイブランドっぽい感じの、デザインのグラフィックですね。かっこいいですねこれ、という、ウィアードデイブのデザインのフーディー発売になると。前はシュプリームのボックスロゴのこのあの、まあ、T シャツとかでよく出る、このボックスロゴの脇からちょろっとなんか出てる、ロゴデザインですけれども、これ人気になりそうですね。かっこいいですね。フーデッドスウェットシャツ。それからスモールボックスティー、定番のアイテムですけれども、今回は今見たレオパード柄、ピンクのレオパード柄ですね、が入ってると。それ以外はラベンダーとかブルーとかこの辺のカラーは季節の差し色になっているんじゃないかなと。スポットカラーですね、という定番の人気アイテム発売になります。スモールボックスティー。それからワールドバブルジャガード SS トップ、これはなんか吹き出しでシュプリームとかなんか文字がテキストが入ってますね。フランス語で入っているということで、ジュテームとかね、あとなんだなんとか、まあちょっとあの興味ある人は読んでよく見て読んでみるといいんじゃないかなと思いますけど、いろいろ書いてありそうな感じがしますね。という、ジャガードの SS トップ、総柄の SS トップ、それからダブルニーデニムユーティリティパンツ。ダブルニーのペインターパンツ、シュプリームはよく出して、まあ、毎回結構人気なんですけど、今回は、その、ダブルニーのペインターパンツの上にさらに、ユーティリティポケットをくっつけてるっていうデザインですね。こう何重になってるんだっていうすごい厚みですね。ここら辺はきっと4重かそこらになってるっていう、ポケットがいっぱいついたユーティリティポケットと呼ばれるポケットがいっぱいついたダブルニーのペインターパンツ、まあペイントのフックが今回はついてないのかな、なんかそんな感じがしますね。いつもこうフックついてるんですけど、ちょっと今回はついてなさそうな感じがしますけれども、そういうユーティリティパンツ WD のパンツはレッドカモも、発売になる予定となっています。それからグラディエントジャガードデニムメッシュバック5パネル、これは先ほどジャガードのデニムジャケットありましたけど、それと同素材の、メッシュバックの5パネル、カラーは同じくこの3色で発売になると。そしてパーフォレーテッドキャンプキャップ、これはスイスのテキスタルメーカーのシェラーってところが作っているこの
穴開きの、特殊なファブリック、これを使っているデザインですね、というキャンプキャップ、夏に涼しいアイテムですね。先週、エアメッシュの、クラシックロゴのキャップ出ましたけども、あれも人気になりましたので、まあ、これも、同じく夏に涼しいアイテムなんじゃないかなと思います。それからツアリングバイザー6パネル、バイザー部分にシュプリームのロゴが入っているところ、まあ、フェラーリのロゴに似てますけど、まあ、その辺からインスパイアしたデザインになってるんじゃないかなと思いますけど、メタリックのロゴがつばんところに入っているというデザイン、ここは何も入ってないですね。それからフランクリンの CFX プロバッティンググローブ、これはメジャーリングベースボールの公式の、バッティンググローブともしても採用されている、まさにバットを握るためのグローブですね。メジャーリーガーも実際に使っている本格グローブということで、シープスキンレザー、を使っていて、まあ、使い込むほどに、手に馴染んでいく一品になっているんじゃないかなと思いますけど、CFX のプロバッティンググローブ発売になります。それから、これは海外のみになるかと思うんですけど、ジュールパンスのクッション、これは日本では立ち上げで発売になってますね。このレッドとブラックで、発売に、国内ではなっております。価格59,400円だったかな。フランスの国宝企業に認定されている老舗のインテリアグッズメーカージュールパンスのクッションセット、これは国内は、もう出てますね。多分出ないんじゃないかなと思いますけど、ということで、アイテム、今週のアイテム見てまいりましたが、まあ、結構良さそうなアイテムいろいろありますね。なんか気になるアイテムというか、粒揃いなんじゃないかなと思いますけども、非常にアンブロのトラックジャケットも発売になりますし、それから、スモールボックス定番のアイテムも出ます。そして、バッティンググローブとか、この異色のアイテムも発売になるので非常に人気の週となりますね。そしてもちろん、今週はズームフライト95ナイキのコラボスニーカー出ますので、これがまあ人気になってくるんじゃないかなと思います。ということで今日は発売アイテム見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。